こんにちは。こんにちは。そろそろラパンの動画が恋しくなってるかなと思って配信しようと思います。そうですね。そうでもないかったりするよね、みんな。ちょっと長いことやってませんでしたねちょっとサボってましたね。はい、すいません。今日のサワラはね、ほらこんな感じ。はい、ちょっとドヨーンと曇り空。はい、前のお店でお餅やってます。お餅をやってます。はい、平田さん動画です。どうも。小嬢さんも。はい、そんな感じで。はい、どうもやってるんですけれどもね、ちょっと寒いね今日は。人の出入りが少ないですね引きが早かったけど、はい、今日紹介したいのはエネルギーアップテープです。暗いね。ちょっと読めるかな、うん、痛みにお困りの方におすすめエネルギーアップテープ、1500円です。はい、これの使い方はね、多分もう皆さん知ってると思うんですけど、こんな風にちょっとビリビリになっちゃってるよ。10センチに切って。電話が鳴ってますね。知らない人の電話だから。はい、はい、ね、10センチに切って痛いところに貼ればいい。はい、伸ばさないで貼ってください、ね、ただそれだけなの。はい、はい、腰もね貼ればいいの。はい、でそれで本当に痛みが和らぐんですよ。はい、でこれとすいません、お客様の声が入ってます。お客様の声が入っちゃってね、すいません、はい、すいません。あとね、それエネルギーアップテープと、似てる同列のものが、セルトっていうものがあります。それはこんな感じで乳液ですね、はい、市販の乳液に情報を持たせたものです。はい、でそれでちょっとこんな感じで、はい、塗ればいいんです。はいはい、そうなんです。その時間によってご飯を使わなくていけないですね。はい、お客さん、お客さんがちょっと、はい、すいません、元気なんですよ、癒しの部屋入った後なんで。はい、はい、それで日本人忙しいです。はい、でそうなると腰が痛いのがね、夜になっちゃったりとか、例えば接骨院がやってない時間に痛くなっちゃうことってよくあると思うんです。で忙しくて、接骨院に行けないとか整体に行けないとかっていう方が多いと思うんですけれど、これをね1個買っておけば、痛いなって思った時に思い出したように10センチ貼ってもらえばいいんです。はい、腰、腰痛、膝が痛い人、肩こり、何でもね、痛みのところに、咳が続く人は胸に貼って、胸に貼ってで貼ってください。でこれの乳液バージョンがこれなので、使いやすい方でいいですね。はい、はい、で使えます。はい、はい、なんか私たちが散漫になっちゃったね、集中力が。はい、はい、携帯が鳴ったりいろいろで、ね、はい、でこれは、お試し用でこの10センチが10枚入って10枚入って500円はい、はい、ちょっと割高なんですよね。でこれは、1ロール1500円です。大体50枚ぐらい取れます。はい、はい、10センチのね、うん、のがで、なんで10センチかっていうとね、10センチぐらいの量、容量がないと効果が 100% 発揮できませんので、はい、必ず10センチのまま使ってもらいたいんです。はい、10センチ、はい、5センチでいいかなと思う人がいるんですけど、ね、うん、こうやってね、ちょっとね、これじゃダメ、5センチではダメなんですよね、うん、10センチ、はい、はい、これのいいところは、衣類に貼っても割と効果を発揮します。はい、例えばここが痛いとしたならば、この裏に貼るんです。こうやってペトって、はい、衣類のね裏に貼って、こう当たるようにね、はい、痛いところに当たるようにね貼ります、はい、それで洗濯して剥がれるまでそのままで OK です。はい、乾燥機も入れられます。あ、乾燥機も OK です。立ち仕事の人は、靴下の裏、そこ、はい、土、なんていうんですか、土踏まず、
土踏ますのところにシールを貼ってもらう、こうテープを貼ってもらってそのまま立ち仕事してもらうといいです。で、私この間捻挫したんです。そうなんです、泣いた時です。痛すぎて泣いたんですけど、恥ずかしいけど、あの車椅子だったんですよ。車椅子ってお医者の中だけですよ。うん、もうやりたてほやほやの時、痛くて痛くて痛くて、長谷部さんに私が車椅子を押されるっていうシュールな絵だったんですけども、でその時にあの靴下あるじゃないですか、こう靴下、どう靴下ちょっと、あこれでいいか、すっげえ靴下、ちょっと映さないでよ。やめてよ。靴下があるでしょ、こうやってね、普通の靴下だとして、これ靴下カバーだけど普通の靴下ですね、靴下だとして、こことここをちょん切るんです、チョキンって。切らなくてもいいでしょ別に。切らなくてもいいんだけど、足が腫れるとね、切らないと入んないの、つま先がうんってなるとね、痛いの、うんってなるとこう切るの。まあそれは私のやり方なんでどうでもいいんですけど、切ってこの裏とか表に全部これ貼ったんですよ、はい、これここら辺とかもベタ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 、はい、で一つのサポーターとして作ったんです、はい、で夜寝るときそれを履いて寝ます、はい、はい、それでですね、朝起きたとき着替えるじゃないですか、靴の靴下とかに、はい、その時一回脱ぐでしょ、はい、脱いで歩くと瞬間に着いたときすごい痛いんですよ。それまでは普通に歩けるんですよ、履いてるときは、はい、なのに靴下を履いてるときはね、そうテープを巻いてるときはね、そう大丈夫なのだけど、外した瞬間にいでってなるんですよ朝。はい。眠いんですか。違います、あなたが下から取る下から取るって言ってるから、手を伸ばして上から取ってるんです。ありがとうございます。努力のほどありがとうございます。大して顔は分かんないと思うんですけど、上でも下でも、まあ元がね。元がいいから、元がそれほどでも。まあ、でも本当冗談抜きでそれが本当に良くて、しばらく良くなるまでずっとそれをやってました、はい、でしばらくしたら良くなってきて、テープとかもね貼らなくても大丈夫かなとかってなってきたら履かなくなったんですけど、そうテープもね貼ってないところだけはおなじみになってました。そうですね、はい、捻挫の話、はい、私の捻挫は、はい、そうだから皆さんこんなテープってね思ってもね、されどテープなんですよ、はい、されど波動グッズ、されど波動グッズだよね。うん、そうです、ね、素晴らしいんです、素晴らしい、そうで、だから接骨院とかが空いてない忙しいって人はこれを一巻持ってればとりあえずどうにか痛みが和らぐから過ごせるの。そうです、はい、あとは、まあ、痛みっていろいろで、内臓がね疲れてて痛みが出る場合もあるし、心臓の大きな血管がちょっとね患ってて腰に痛みが出る場合もあるので、一概にね痛みって、まあ、なんとも言えないんですけど、普通の腰痛、肩こり、はい、膝痛とか足が痛いとか捻挫しちゃった骨折とかっていう場合もこれを貼ると治りが早いです。はい、なので、1個持っておくと、救急箱に1個入っておくといいですね、はい、入れておくと。それでコツは伸ばして貼らないこと。はい、なんでだと思います？汗が入って、うん、ただれます。三角皆さん多分分かると思うんですけど、これ伸びるんです、すごい筋肉テープだから、ミョーンって、はい、でね、この伸びるから、伸ばしてビューッと伸ばしてピッと貼るとね、それが伸びシワになるんですよね。そうそうそう、こう戻ろうとするじゃないですか、テープが。その時に皮膚とテープの間に、汗が溜まるんです。それでかぶれちゃう、はい、だからそっとそのまま、はい、優しく、はい、ペチョッと貼ってください。ペチョッ、ちょっとおかしいと思います、その言葉はおかしいと思います、はい、何がいいかしら、ペタッとそうだね、ペタッとペタッとそのまま貼ってください。はい、はい、そんな感じです。のであとは温めたりね、ちゃんとして、はい、はい、やってみてください。お医者さんから湿布もらったら、その湿布の上貼ってもいいですね。そう治りが早いですよね。本当はね湿布やんなくてもいいんだけど、でもお医者さんさん行って湿布もらった方は
貼りたくなるよね、はい、だからそしたらまあいいんですけど、痛み止めが入ってるので湿布、はい、あんまり痛いようあんまり痛いようでは、はい、まあ湿布貼った方がね痛みが和らぐか、はい、うん、痛み止め入ってるから。今日のお客さん賑やかですね。今日のお客さん声が大きくてすいません、すいません、電話ばかかってくるしね、お忙しい方ですね、はい今日はこの辺で、はい、この辺で、じゃあまた今度、はい、明日もお待ちしてます、はい、ありがとうございます。